皆さんこんにちは。ゆっくりかなみです。ゆっくり二郎だぜ。鬼滅の刃って、読んでみると意外に未回収の伏線や謎がいくつかあるよね。読んでいてモヤモヤする時があるよ。そうだな。回収された伏線もあれば、謎のままのものもあるな。でも、未回収の謎があるからこそ、読者はいろんな想像ができるから、さらに楽しめるんだぜ。確かにそうだね。でも、私は物語の序盤で義勇さんがどうして、鬼になった禰豆子を切らなかったのか、気になって仕方ないよ。このままじゃ、気になりすぎて夜も寝れない。それは大問題だな。確かに義勇が禰豆子を切らなかったことは、鬼滅の刃の中でも上位に食い込むほどの謎だぜ。でも、この謎は義勇の過去や性格を知ることで、ある程度考察することができるんだ。紹介するか？おお、それはぜひとも知りたいよ。お願いします。よし、任せろ。今回は義勇の人柄に触れながら、義勇がどうして禰豆子を切らなかったのか考察していくぜ。今回の内容はネタバレを含む内容なので、アニメ勢の方々は、十分注意してくれだぜ。まずは、義勇の人柄性格について紹介していくぜ。よろしく。義勇さんは鬼滅の刃の中でも、トップクラスの人気を獲得しているキャラだよね。私も大好きなキャラだよ。そうだな。義勇はキャラクター人気投票で、上位に食い込むほどの人気キャラだぜ。義勇の魅力といえば、水柱としての高い実力と少し天然な性格だな。五大流派の一つ、水の呼吸、を極めた。義勇の実力は柱の中でも高い方だぜ。無限上で退治した上限の三赤座も、幽霊、練り上げられた剣技だ、素晴らしい、と、義勇の剣術を称賛していたな。上限の三の赤座とも渡り合えるって、義勇さんの実力は本物だね。そうだな。無限列車編で赤座が煉獄に、お前も鬼にならないか？って誘っていたけど、義勇も誘われていたな。だから、少なくとも義勇の実力は煉獄と同等、それ以上で間違いないぜ。赤座戦では、あざ、無惨との最終決戦では、格闘、になっていたから、最終的には煉獄よりも強くなっていたことが、予想できるぜ。ふむふむ。確かにそうだね。水の呼吸を極めたってことは、攻撃力もそうだし、防御力も高そうだよ。攻守ともに隙のない強さと言えそうだね。その通りだぜ。義勇は岩柱の姫島や音柱の渦井のように、体格に恵まれたわけじゃないけど、的確かつ無駄のない動きで水柱に、ふさわしい強さを身につけたんだぜ。ナタグモ山では、下限の五類の父鬼を、余裕で瞬殺していたな。ナタグモ山で登場した父鬼は、イノスケすら手も足も出なかったよね。そうだぜ。イノスケは喉を潰されて、命を落とす一歩手前までボコボコにされていたな。その父鬼を人たちで倒していたから、義勇の実力はイノスケをはじめ、他の大使とは、天と地ほど差があると言っても過言じゃないぜ。義勇さん強すぎるよ。見た目もイケメンだし、弱点がないね。いやいや、義勇には、コミュニケーションベタ、という最大の弱点があるぜ。そのせいで、柱からは嫌われているしな。抜けているというか、天然な性格もあって、他の人とは考え方がちょっとずれていることが、気に障る柱もいるみたいだな。そうでした。特に風柱の品津川さんと、蛇柱のイグロさんから嫌われているよね。その通りだぜ。義勇がコミュニケーションを、積極的に取らないこともそうだし、柱としての責務をきちんと果たしていないことを、二人は嫌っているんだぜ。例えば、どんなことかな？わかりやすい例で言えば、柱稽古だな。柱を引退した渦井を含めて、柱全員で稽古をする話になっていたのに、義勇だけ参加しなかったんだ。しかも、俺はお前たちとは違う、と言って、その場を後にしたんだぜ。品津川とイグロがその言葉を聞いて、納得するはずがないよな。その言い方は友達できないね。そうだろ。でも、ナタグモ山で虫柱胡蝶忍に、だから嫌われるんですよ、と言われた時には、俺は嫌われていない、と返答していたから、義勇は品津川とイグロにも嫌われていないと、思っているんだぜ。忍さんのあのシーンはクスッと笑えるよね。真顔で嫌われていないと答える義勇さんもお茶目だよ。周囲との認識がずれている義勇さんも、少し可愛く見える。普段は寡黙なのに、口を開けば天然発言することが、人気の秘訣かもしれないな。それなのに、戦闘になれば洗練された強さで敵を圧倒するから、ギャップがすごいぜ。まさに、ギャップ萌えだね。私も義勇さんに惚れちゃうよ。これ以上、
義勇の良さを語ると隙が止まらなそうだな。次は義勇の過去について紹介していくぜ。金見が惚れそうな義勇は、炭治郎にも劣らないほど辛い過去を抱えているんだぜ。そして、その過去が、義勇を寡黙な性格に変えてしまったんだ。辛い過去？義勇さんも炭治郎みたいに、家族を鬼に殺されているのかな？その通りだ。義勇は両親と姉の4人家族だったんだ。両親は幼い頃に病気で他界して、それ以降は姉と両親の残した遺産で、やりくりして生活していたんだぜ。だけど、その姉は鬼に殺されてしまったんだ。しかも、姉は自分を守ろうとして死んじゃったんだ。それは辛い。じゃあ義勇さんは天涯孤独の身になっちゃったんだね。そうだな。しかも、姉はその次の日、結婚を控えていたんだ。だから、義勇は姉の幸せを自分が壊してしまった。自分のせいで姉は死んでしまったと、自責するようになったんだぜ。残酷すぎるよ。両親を亡くして、姉弟二人だけで過ごすだけでも大変なのに、その姉を結婚の前日に失うなんて立ち直れなくなるね。でも、義勇さんは悪くないよ。そうだな。悪いのは鬼であって、義勇は何も悪くないぜ。だけど、義勇は自分を責めるようになって、相当苦しんだんだ。しかも、周囲に、姉を鬼に殺された、といったことで、心の病気じゃないかと疑われてしまったんだぜ。そして、その後、医者の元に連れられそうになったんだよ。義勇さんは一つも嘘ついていないのに、誰にも信じてもらえなかったんだね。それで、医者の元に行って生活していたのかな？いや、医者の元に行く最中に逃げたんだ。だけど、行くあてもないからそのまま山道で死にかけたんだよ。そこで、鱗滝の知り合いに拾われて、鱗滝の元で世話になったんだぜ。なるほど。ここで、鱗滝さんに出会うんだね。そうだぜ。一人で逃げ出さなければ、鱗滝と出会うことはなかったから、義勇が鬼殺隊水柱になることは、なかったかもしれないな。よく逃げてくれたよ。じゃあその後、義勇さんは鱗滝さんの元で剣術を習うのかな？その通りだぜ。鱗滝の元で他の弟子たちと一緒に剣術を習いながら、暮らしたんだ。そこで、知り合ったのが同じ年だったサビトだぜ。ここでサビトが登場するんだ。確か義勇さんとサビトは仲が良かったよね。その通りだぜ。同じ年でお互い天涯孤独の身と、共通点が多かったこともあって、義勇とサビトはすぐに打ち明けたんだ。姉が鬼に殺されたことで、塞ぎ込んでいた義勇も、サビトのおかげで少し明るくなっていったんだぜ。作中の回想では炭治郎みたいな笑顔を披露していたな。そんなに明るかったんだ。でも、そのサビトも最終選別で憎きて鬼に殺されちゃったよね。その通りだぜ。義勇もサビトと一緒に最終選別を受けていたんだ。だけど、義勇は序盤で頭に傷を負い、サビトに助けられて、そのまま気を失ってしまったんだぜ。その間、ほとんどの鬼をサビトが一人で、倒していったんだよ。サビトは鱗滝の弟子の中でもトップの実力者だったから、最終選別でも大活躍だったんだぜ。なるほど。だけど、最後は手鬼に刀を折られて、殺されちゃったんだね。その通り。だから、義勇は戦い抜いて、最終選別を生き残ったわけじゃないんだ。自分が気を失っている時、サビトが自分の身を犠牲にしながらも、ほとんどの鬼を倒してくれたおかげで、最後まで生き残って、合格になったんだ。義勇が柱稽古の時に、俺はお前たちとは違う、と、言ったのもこの過去があったからこその、発言ってことだな。他の柱を見下しているわけじゃなくて、自分を蔑んでいるんだね。義勇はサビトのおかげで最終選別を合格できたから、自分の力で鬼殺隊になれたとは、思っていないってことだな。だから、水柱になった今でも、水柱にふさわしくない、って考えているんだぜ。なるほど。自分の力で合格していないから、自分は水柱にふさわしくないって思っているんだね。だから、柱稽古にも不参加だったのかな？その通りだぜ。だから、俺はお前たちとは違う、って言ったんだ。それに、最終選別で最も仲の良かったサビトを失ったことで、義勇はさらに自分を責めるようになったんだぜ。サビトの時も姉の時も自分は守られていたから、より自分を責めるようになったんだ。サビトの死もお姉ちゃんと重ねているのかな？仲の良かった親友とお姉ちゃんが、自分を守って死んでしまったら、寡黙な性格になるのも無理ないよ。そうだろ。辛い過去を抱えてしまったことが、義勇の性格を形成したってことだな。ただ、この辛い過去があったからこそ、
義勇は鬼になった禰豆子を切らなかったかもしれないんだ。それはどういう意味かな？じっくりと解説していくぜ。義勇が禰豆子を切らなかった理由は二つ考えられるんだ。ふむふむ。一つ目の理由は何かな？一つ目の理由は、禰豆子と炭治郎を自分と重ね合わせた、ことだぜ。それはどういう意味かな？義勇が炭治郎と禰豆子と出会った時、炭治郎は必死に、殺さないでくれ。って、義勇に訴えていたんだ。その炭治郎の形相がお姉さんと、重なっていた可能性があるぜ。さっき伝えたように義勇のお姉さんは、鬼から義勇をかばって命を落としたんだ。その姉の姿が妹を必死に守ろうとしている炭治郎と、重なっていたってことだぜ。ふむふむ。なるほど。炭治郎と対峙した時、義勇は心の中で、炭治郎の置かれた残酷な状況に同情していたから、殺すに殺せなくなったかもしれないな。炭治郎の禰豆子を思う気持ちが、義勇に伝わったってことだな。なるほど。でも、鬼殺隊の使命は鬼を狩ることだよね。鬼殺隊の最上位に君臨する柱の義勇さんが、その理由だけで目の前の鬼を殺さないのは、少し疑問が残るかな。確かにそうだな。今話した理由だけじゃ、禰豆子を切らなかった理由としては不十分だと思うぜ。だけど、ここでもう一つの理由が加わることで、納得がいく答えになるんだ。それはすごい気になるよ。二つ目の理由は何かな？二つ目の理由は、義勇が、水の呼吸の後継者を探していた、ことだ。後継者？義勇さんは水の呼吸の後継者を探していたのかな？義勇が水の呼吸の後継者を探していたことは、明言されていないぜ。だけど、義勇は自分で、俺は水柱じゃない、と、柱稽古編で語っていたから、真に水の呼吸を極める水柱を見つけようとしていたと、予想できるぜ。実際、炭治郎と禰豆子のことを、記した鱗滝への手紙の中で、告げるかもしれない、と、炭治郎の大使としての才能に期待の念を込めていたからな。じゃあ、義勇さんは、水柱の後継者となり得る才能を持った炭治郎を、生かすために、禰豆子を切らなかったってことかな？その通りだぜ。目の前に才能ある炭治郎がいて、その炭治郎が自分を守ろうとした姉の姿と重なったから、禰豆子を切らなかったってことだぜ。なるほど。二つの理由が組み合わさると説得力が増すね。そうだろ。それに、目の前に人間がいるのに食べようとせず、兄である炭治郎を守ろうとした禰豆子の姿を見て、こいつらは違うのかもしれない、と言っていたから、義勇の中で禰豆子は滅すべき鬼ではないと、考えたのかもしれないな。禰豆子が炭治郎を守ろうとしたシーンは感動的だよね。禰豆子の行動が義勇さんの心を動かしたのかな。そうだな。それに、集合会議編で産屋敷に宛てた鱗滝の手紙の中でも、禰豆子が人を食べたら、義勇が腹を切って詫びる、って、書いてあったんだ。自分の命を懸けるほど、義勇は禰豆子と炭治郎のことを気にかけていたんだぜ。炭治郎を守ろうとする禰豆子を見て、他の鬼とは違うと感じたってことだな。結果的に禰豆子は誰も食べることはなかったから、義勇さんの読みは当たっていたってことだね。そうだな。ここで、義勇が禰豆子を殺さず、炭治郎に鱗滝を紹介したから、無残の討伐につながったんだぜ。そう考えると、義勇は最も鬼殺隊の責務に貢献したと、言っても過言じゃないな。対立違反を犯してでも、禰豆子を救ったことが、結果的に鬼殺隊を救うことになったんだね。さすが義勇さん。ますます好きになっちゃいそうだよ。これ以上、義勇の魅力を語ったら、金身が沼にはまりそうだから、今回はここまでにしておくぜ。そうだね。これ以上は危ない気がするよ。義勇さんの魅力もそうだし、禰豆子を殺さなかった理由も知れたから、とってもスッキリしたよ。ただ、あくまで今回紹介した理由は、考察だから公式の理由ではないからな。いつか公式で義勇が禰豆子を殺さなかった理由を、紹介してほしいぜ。そうだね。その時を楽しみにしながら、原作を読み返しておくよ。また次回、鬼滅の刃の魅力が伝わる話を紹介するぜ。楽しみにしているよ。それじゃ今回の動画は以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。